タジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はセルハーストパークです。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。プレミアリーグのこの一戦、クリスタルパレスがトッテナムホットスパーと戦います。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。パレスの先発メンバーです。こちらがトッテナムホットスターの先発メンバーです。今日の陣形は一般的な 4-3-3 です。ウイングの位置の選手には攻守に貢献が求められます。さあ前半開始、トッテナムがボールを動かします。マディソン、ボールロスト、ドリブルで敵陣へ持ち込む。いえ、攻撃はここまで相手ボールになりました。絶妙なパス、リシャルリーソン、ここは打たせない。タックルで危機を出しました。クルゼフスキー、あっとボールは相手に渡ります。ファールはアドバンテージを取ります。トッテナムのプレーが続きます。味方にパスを出します。すごいダイビングヘッドです。リプレイが出ます。狙いすました、いいクロスですね。そして最後はうまく頭で合わせました。さてここでスタジオから情報が入ってきました。入れば同点ですが、キーパーが止めましたが、ボールは生きています。攻撃はここで止められます。経過の報告ありがとうございます。繰り返しますと、アストンビラにゴールが生まれました。ソン・フンミン打てるか、これはポストだ。キーパーが止める、これはスーパーセーブでしょう。はい、間違いありません。あのキーパーじゃなければ確実にやられていたと思います。決まっていれば勝利にぐっと近づいたシーンなだけに、監督も悔しそうですね。コーナーキックを蹴った、いいヘディングでしたが枠に飛びません。入ってもおかしくないシュートでしたが、コースを狙いすぎたのかもしれません。もう1点決めていれば試合の流れをつかめていました。ここは監督も残念そうです。
自らボールを持ち込んでいきます。ジョルダン・アエウ、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。デアン・クルゼフスキー、サイドにスペースが空いています。これは勇気のいるタックルです。ボールをクリアしました。コーナーです。コーナーからエリア内へ前方に運びました。ここはカウンターのチャンス。同点ゴールか。ゴールはガラ空き、入った。このゴールはキーパーのポジションに問題があったようです。ゴール前がぽっかり空いています。これは守備側のミスですね。ジェームズ・マディソン、リシャルリソン、イブ・ビスマ、マディソン、ロドリゴ・ベンタンクール、リシャルリソン、ここでうまく対処します。ヒューズ、これは見事に奪いました。ドリブルで相手を揺さぶります。このプレーはホイッスル、トットナムにファールがありました。ああ、シュートの大歓声。ここで打てるか。ちょっと力を込めすぎたのか、シュートが少し浮いてしまいました。デアン・クルゼフスキー、中の選手にクロスを入れた。インターセプトしました。チャンスになりそうだ。ディフェンダーをうまくかわした。いいボールでしたが、ここはクリア。サイドにスペースがあります。勝ち越せるチャンスです。追加点とはいきませんでした。いい反応です。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。勝ち越しゴールを奪いたいですね。コーナーから中へ、そこで取られてはいけない。入りました。ゴール。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。そしてこのシュートですが、明らかにミスしています。入ったのは本当にラッキーでしたね。監督がこうやって怒る気持ちも分かりますが、追いつくためには冷静になった方がいいでしょうね。前半の終了が近づいてきました。リードしているのはホームチームですが、このままハーフタイムを迎えそうです。失点したものの2点取っているので、相手にリードされずに済んでいます。このアドバンテージを生かすためにも、ハーフタイムまでリードを守って後半につなげたいですね。アディショナルタイムは2分です。ボールを前に運んでいます。キーパー弾く。キーパーが止めた。チームのピンチをね。再びキックオフです。前半はクリスタルパレスが1点リードしました。
どんな後半になるんでしょうか。トットナムがフリーキックを獲得しました。ここは縦をつくでしょうか。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。これはいいパスだ。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。高い位置でインターセプトしました。トッテナムのコーナーになりました。同点に追いつくチャンスです。ボールをクリアしました。マディソン、ファールはアドバンテージを取ります。トッテナムのプレーが続きます。これはチャンスです。ポストに当たった。まだ攻撃を断ち切れない。決まった。キーパーが一度はセーブするも、こぼした位置がまずかったか、ゴールを守りきれませんでした。これは嫌な点の取られ方ですよね。キーパーのボールの処理の仕方が失点の原因でしょう。監督も頭を抱えているんじゃないでしょうか。これだけ監督が喜ぶのも当然ですよね。素晴らしい同点ゴールでした。これでゲームは振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。抜いた。周りを確認したい。ライン際でクリア。見事なディフェンスです。よくカバーに入りましたね。キーパーも感謝してるでしょう。ソン・フンミンがサイドに展開。スペースがあります。リシャルリソン、これは見事に奪いました。リシャルリソン、マディソン、いいところを見ていました。このチャンスを生かせません。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。コーナーキックを蹴った。再びコーナーキックです。ここは相手がうまく対処しました。ビスマ、リシャルリソン、いい寄せです。デゼ、リシャルリソン、チャンスです。このシュートは簡単に止められました。リシャルリソン、再びソン・フンミン、遠目から頭で狙い、ましたが枠を捉えられません。阿部、ここで攻撃を止めます。裏を狙う。よく見えています。パスが通った。ソン・フンミンが抜け出します。来た。ゴール。再び相手を突き放します。映像が来ました。
ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてこの強烈なフィニッシュ、最後はキーパーとの1対1でしたが迷いがありませんでしたね。イメージができていたのかもしれません。ビハインドにされて監督が苛立つのも分かります。プラン通りに試合を運べていないようですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうなさそうですね。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ビラパークで行われている試合でスコアが動いたようです。レフェリーが試合を止めました。選手が倒れていますね。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。ドロップゴールからの再開です。ありがとうございます。スタジオからの経過報告でした。繰り返しますと、アストンビラにゴールが生まれました。これによりスコアは3対0とさらにリードを広げることに成功しています。ジオバニ・ロチェルソ、ソン・フンミン、取り返したぞ。さて試合もすでに終盤ですが、ホームチームが僅差で相手を追う展開が続いています。相手はカウンターを警戒しているでしょうし、こうなってくると同点にするために守りを犠牲にしてラインを上げてくると思います。何もしないままこのまま、チャンスですよ。おっとキーパーがボールをこぼした。前方に運びました。入れば同点ですが、まだ危機を脱していません。これで一旦落ち着けるんじゃないでしょうか。これはチャンスだ。同点ゴールです。終盤に試合を振り出しに戻しました。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。ゴールに向かう嗅覚を褒めるべきでしょう。試合は振り出しに戻りました。残り時間は2分です。ジョンソン、ここで取り返す。タックルが決まりましたね。続きます。プレー続行、大丈夫か。しかしコットラムがプレーを続けます。前方に運びました。入れば1点リード。やりました。値千金の勝ち越しゴールです。嬉しそうですね。このままいけば今日の主役になります。改めて見ても見事なパスワークでしたね。テンポよくフィニッシュまで持っていきました。素晴らしい連携でした。試合終了まであと1分です。同点に追いつきたいところ。これが最後のチャンスになるでしょうか。ここでタイムアップです。トッテナムが見事に勝利し、勝ち点3を手にしました。1点差での勝利となりましたね。難しい局面もありましたが、よく守りきったと思います。ここで勝ち切ったという事実が大きな自信に